北側より、北関国空撮あわら北方風力発電所あわら市は、福井県の北端に位置し、福井平野から、下越大地にかけて広がるし。大まかには、小高い下越大地の北部と福井平野の南部、刈安山を要する山岳地の東部に分けることができる。以下の2種と接している。あわら市から選出される、福井県議会議員の定数は1議席である。 現任期の満了日は2021年6月30日である。あわら市は福井市、堺市、大野市、勝山市、吉田郡、永平次長と構成される福井県第一区が選挙区となる。なお、当選挙区の衆議院選挙比例代表区、選出議員については比例北陸新越ブロックを参照のこと。あわら市は参議院、北陸新越ブロックに属する。 福井県選挙区は、参議院一人区の一つ。H&F 本社連合金津工場旧あわら町には、あわら温泉があり、旅館やホテルが軒を連ねている。境北部丘陵地では、様々な野菜や果樹の栽培が行われているほか、その適度な起伏を利用したゴルフ場が密集する。図書館いずれもあわら市立。2016年7月5日に、 石川県加賀市と連携し、県境を越えて、双方の市民に図書を貸し出す事業をスタートさせた。あわら温泉駅あわら湯の町駅国道305号線沿いは、加賀インターチェンジ利用が便利来た、関子・吉崎おぼう連所常人記念館。ありがとうございます。